SB2 のトーキンリズムブルース。プロデュースをリーダーがしたということで、はいはい、やってまいりました。何をしちゃったんですかえっと、シックスラウンジですね。<お>シックスラウンジの、えーうん、新しい EP ですね、6曲入りなんですけども、その中の1曲をね、えー、プロデュースしたということで、久しぶりのプロデュースものかな。 えー、ですけれども。うんうん。あの、でもね、これ結構去年からのプロジェクトで。そうだよね。去年の夏ぐらいそう,<れ>そう、秋ですね。秋かうん、<夏>なんか行くんだよみたいな話したもんね、うん。そうそう。夏頃になんかそんな話いただいて。うんうん。で、とりあえず、ま、来てくれよと。うん。坪井さんに。<laughs> <laughs> ボスに。一人でとりあえず来いって言われて。 プロデュースってね、何するんだって感じだけど、うん、まず来いとそ。そうそう、その時はね、プロデュースも何も言われてなくて、あ、本当へなんか、うん、とりあえず、曲があるんだけど、うん。うん。なんか、スタジオにまで一緒に、あの、スタジオにギター持って来てもらって、うん。で、なんかちょっと変えてくれよって話だったんですよ。漠然としてたんだけど。あー、なんか、別のこう、<laughs> あれを入れて、3人以外の、メンバー3人以外の、うん。 ものを注入するというか、なんか起こしてくれという。そうだね。なんか最初は、ツインギターみたいなイメージで、今新しくできてる曲をちょっとやってくれよみたいな話だったんだけど、曲が送られてくるんですよ。それでデモ状態の曲が。夏ぐらいにね、何曲か来て。で、とりあえず9月に一回来いって言われて、うん、で、2泊3日で、 まあ、ギター抱えて行ったんですよ、大分まで。かっこいい。うんうん。うん。で、もうその時には、あの、6曲ぐらい着てたのかなで、それを、僕がまあ、僕なりに、僕だったらこういうふうにアレンジするかなとか。ああ。どれも、あの、ワンコーラスしかないような状態だったりとか。うんうん。断片で、デモなったね、完全に。まあ、イントロがないとかさ。 なる,なるほど、なるほど。まあ、そういうものだったんだけど、そういうのを、一応、まあ、頭からお尻まで、うんうん、まあ、僕だったらこうやって作るかな、みたいな感じのを、まあ、持っていって、うん、で、まあ、そこでみんなで合わせたんですよ、スタジオで。シックスラウンジがいつも使ってるスタジオが、もう、いわゆる坪井さんのスタジオだから、うん、おめちゃくちゃ立派でさ、でかい広くはないんですけど、うん、あの、リハーサルもできて、 うん、でそのままあのレコーディングまでできちゃうスタジオであ、機材は意識揃っててっていうやつで、うん、レコーディング用のね、でそれも大分のあの俺らが普段行かないさ住宅街の中にあって、うん、う俺がここにまあ三日間通うわけですよ。そうか。<で>普段はそうだね街とか駅の近く箱とって感じだもんね。でしょ大分なんか行ってね,ね、繁華街の方しか行かないんだけど、そこでね外れのところでまあリハースタル 入って、うん、で、ああーだこうだ。まあこう、うん、こういうのどうかな、こういうのどうかなっていうのを、まあ試して試して。うん、で、まあ時間が許す限りそれをまあやって、うん、で、まあ帰ってきて、うん、で、それから特にまあ連絡もなかったんですけども、うんうん、そしたら、この間、うん、夏、今年の夏前ぐらいかな、うんうん、いよいよレコーディング始まるので、あのうん、来てくださいって言われて、 まあ、だけください。結構な時間空いたような気もするけど。空いて、うん。で、まあ、レーベルがソニーに決まって。あ、なるほど。次のリリースの、あれが決まったから。そうそう。仕上げないとってことかな。うん。で、その、まあ、ベーシックレコーディング、まあ、オケーリりと歌撮りに立ち会ってくれということで。うん。で、最終的に、まあ、あの、その去年僕がアレンジした形で、 大体出来上がって。へぇ、うんえー。なるほど。うん、それで、うん、まあ一応レコーディングで、あの、ユーモリとかにこう、ギターどうしたらいいですかねみたいなこう相談したりしながら、うん、まあ、まあでも普通に撮りまして、うん、で、出来上がった曲が、ドレミゴーという曲でね。うんうんうん。うん、これ、いい曲なんですよ。勢いをやって。いや、聞きましたよ、僕も。あ、本当ですか。うん。うん いや、なんかね、うん、全然そのほら、なんかプロデュースっぽいことをするんだよねって話だけ聞いてたじゃないうん、うん、聞いてたんだけど、うん、で、去年なんかそういう話あって、で、また今年入って、うん、いや、またちょっとそれで行くことになってとかつって言ってたから、あ、うん、いよいよそれが形になるんだなって、なんとなく思ってたけど、うんうん、内容は全く知らなかったからさ、うん、こうなんかジャジーな、ブルージーな、うんうん、なんかこう、ものがこう、 今までこうシックスラウンジがそうやってないところを、うい、ん、イちゃんの、まあ、こう、ギターのさ、うん、こう、フレーバーというか、うんうん、そういうものに寄せた感じの曲なのかなと思ったら、うん。すごいキラキラした曲で。そう、シックスラウンジっぽいね。あの、これまでのイメージ通りの曲っていうか、ね、そう、なんかこう、キラキラしてましたよ。そうなんですよ。実勢いがあってね、確かに疾走感あり、勢いあり、で、中に、 なんかね、そこ、きらーんっていう感じがあって、うん、あこういう曲で、こういう曲を作ったんだと思ってね、ちょっと驚きましたけど。うん、そうそう。うん。うんうん、あのー、中にはね、今、いうし君言ったみたいな、そういう、ちょっと、今までないような曲とか、うん、あの、うんうん、ちょっとスクービーがやりそうな曲だな、みたいなのも、あったりして、うんうんで、そういうのも全部アレンジしてきたんですけども、うん、今回はこの1曲が。 採用されたとということであそっか、ほかにも何曲か広報曲とかやった曲があって。ええそうだまあ、将来的にそれが、ね、何かリリースにつながれば、また出動のタイミングがかるかもしれないし。<laughs> でも今回のさ、ね、の EP ってさ、うんうん、結局、たいちゃんだけがそういうプロデュース的なもので関わって、<あ>他にも何やってるとかってこといやいやうんうん。あの何曲か、いわゆるバンドマンは僕だけっぽいんですよ。 うんうん、で他の曲はそのトラックメーカーだったりとか、<あ>アレンジャーさんというか。そう、アレンジャーさんが、えー、アレンジプロデュースしてて。あ、だから。ちょっとじゃあそういうシックスラウンジ的にもチャレンジというか、今までと違う感じの一枚ではあるっていう中で、ネットとかそうそう。うん。すごいね。でもバンドマンで唯一呼ばれてるのもいいね。 ねえなんか呼んでもらってありがたいななんですけど。うんうんうん,、うん、うん。でもすごいね。全体的にすごい仕上がりのいい EP になってるので。曲いい知らない人も聴いてもらいたいですね、これ。うんうんうん。それは、大ちゃんはギターは弾いてない。あ、ギター弾いてないです。あ、そっか。ええ。でも完全にプロデュースだ。一応まあそういうことみたいですね。ここやれーっていう人ってことだよね。うん、まあそうだね。スタジオで立ち会って。 まあ、ゼロから作ったわけじゃないから。そうか,そうか、そうか。できてるものを、まあ、こういうのはどうかな、こういうのはどうかなっていうので、なかった部分も作ったりもしてますけれども、お<ー>でも、そうですね、プロデュースと言われたらプロデュースなのかなという感じ、ね。なるほど。ねうん、これが今聞けちゃうってゅうことですからね。はい、これとってもいいんで。ね、また、XLounge も対話したいですけどね。ねそうだね。ね何回かやってるもんね。えー、って去年やっ 岡山で。岡山でやってね。うん。ね。そうそう。その時ぐらいか、そのプロデュースかっていうね、話が多分来たのね。そうそう。そうだそうだ。ね対バンしたいですね、またね、シックス・ランジともね。でもそっか、ソニーって移籍したってことなのかな、そうそう。レコード会社がね。うん。じゃあまだバリバリね、アルバムとか出して、ツアーとかライブはやりまくるでしょうかね。やりまくるし、またあの3年の感じがいいんですよ。 そっか。あの、僕ととして、あの、自分たちのね、ペースがある感じで。うん、ああ、でもそんな感じあるね、なんかね。音はさ、尖ってるんだけど、うんうん、なんかね、人間がすごく良くてね、あの三人のバランスがね。うんうんうん。だから、僕もちょっとギター持って一人で行くってなったんで、うん、まあ、どうなるかなと。 ちょっと、あの、あまり揉めたりしないようにし気をつけなきゃな <laughs> 確かにね。<laughs> たまにあるじゃん。なんかさ、あの、<う>音楽系の本をさ、昔の本とか読んでると、うん、もう、なんか空中分解寸前のバンドに、一人、なんかこう、うん、つなぎ止める人がいないといけないから、プロデューサー入れるみたいなさ。そうそうそう。で、こう呼ばれて、うん、なんとか形にしてくださいみたいな時あるじゃん。うん ものの本読むと。それとは違います。それとは違いますか。真逆のこう。もう、ちゃんと仕上がってる状態のところに僕が行くわけですから。さらにもう一個ちょっとなんか、ワンパンチ加えようっていうことですね。いや、これは、前向きなプロデュースこれはね、でもお楽しかったんですよ。そのね、去年の作業の場合は。で非常に勉強になったし。形になったのはまた良かったな。そうですね。ね。うんまたの、これは、ドレミゴーで。はい。 よろしくね、そしてスクービードゥも、うん、なんと DVD がですね、出てしまいます、はいえー。大手町三井ホールでやった、はいうん、ゲットアップリリース記念日のスクービードゥ、うん、20周年記念日のか、うん、スクービードゥということで、6月にやったライブがね、ワンマンライブがもう、うん、たっぷり入った、全部入った DVD が、うん、出るのですが、うんうん、今回ね、 ライドオンタイムが。はい。無事収録されてしまうということで。これはね、もう達郎先生の許可がおりましたから。おお<ー>ね。カバー曲だからね。うそうな,なかなかこういうのはデリケートなというか。そうそう。あの、一応ね、著作者にお伺いを立てないと OK かどうかね、聞かないといけないんです。ねね、音源とかそういうまあ映像とかになって、こう、ええ、販売するときには、 どうでしょうかって,言って聞かなきゃいけないんだよね。うん、で、許可をもらわないといけないんですが、うん、今回は許可が、ね。降りたということですはい、はい。よかったですよね。いやこれ嬉しいね。うん。ライドオンタイムは、だってでも別に、ライブの映像では残ってないもんね。あ、確かにそうね。オフィシャルで出したものは。確かにそうですね、うん。ゲットアップには入ってるんですけど、うん、ほら、その後も別にライブで、 やらないし。そうね。だいたいほら、フェスの、うん。サウンドチェック時に、そうですね。演奏することで知られてるで、ね。えー、その部分が、こう、映像には残ってないんで。これはスクービードゥのね、ライドオンタイムも、うん、なかなか良いですから。ね。これ、改めて聞くと、原曲を聞くと、うん、わあこれが原曲だったってなるね。<laughs> 当たり前なんだよね。全然違うのよ。うん、なんかもう頭から。<laughs> あれはね、当時だからもう2 0年前か。うんうん、僕らがほら、じゃあライドンタイムカバーしてみようって言って、うんうん、で、僕らなりの解釈だったんだよね、うん、あの時にね。そうそうそう。これをそのままやっても勝てるわけがないから、うんうん、やっぱりスクービーなりのバンドアレンジでやらないとこれだ。 ダメだっていうことで。で、ああいうちょっとテンポ上げて、いわゆる16部で食っていくアレンジ。うんうん、あれが、まあ、いわゆるちょっとファンキーだろうと。俺らのファンキーさはこれだろう、みたいなところで、うんうん、えー、やったアレンジだったんだよね。で、ね、ずっとそれで来てるから、そうなんですよ。原曲を聴くと全然違うんです <laughs> そうそう。結構、だから、うまい、うまいっていうか、ナイスカバーっていうか。そうだよね。 ファンキーなリフ推しというかね、我々の方は。かっこいいなと思って、ね。うん、前、なんかほら、達郎さんのさ、サンデーソングブックでさ、うんはい、ライドオンタイム特集っていうのがあって、あはい、その時に僕らのも流れたらしいよね。流,れ流してもらいましたね。もう、ね、もうそれこそ20年近く前でしょうけどね。そう,そうそう。ねうん、事務所が一緒のバンみたいな。ええ、あの、お聞きの通り、ライブがあれなバンドでして,て。<laughs> <laughs> ライブがあれなバンドっていうね。<laughs> なかなかかっこいいよね。うん、今、あの、阪神の岡田監督が、あれっていうのがちょっと流行ってますけど。あ、そうええー。<laughs> あれ狙うでみたいな話でね、これね。<ー>優勝ってことらしいんですけど。またあれ、あれブームがまた来ますね。あれブームがね。あれはなかなか来ました。あれあれのバンドで,で、ね。そうそう。えー、<笑><笑><笑>それなかなか嬉しかったの。なる,なるほど、なるほど。うんうんで、その、ライドオンタイムもばっちり入る DVD が、11月3日から。うん、はい。 出ますんでね、うん、これはぜひともメモリアル版ということで手に入れていただきたい。はいはい、そしてリーダーも何か手に入れたものが、うん、あるですかあのね、カメラマンの小宮山く君。うん、我々もね、アーティスト写真をさんざん撮っていただいてますね。アンサンブルのジャケ写なんかもかっこいいですからね。ねうん、小宮山君がね、また写真集を出しまして、うん、これがね、あのまあ、限定版だったんで、まあ、予約して買ったんですけど、うんうん、とっても素敵でね。 うんうん、あの、小宮山くんいつも、あの、まあ、人を撮るっていうか人物を撮る写真が、まあ、よく目にする写真。だと思うんですけどうね。時計バックに人物を撮って。そうそう。うん、そういうの多いね。うん。これはね、あの、今年の4月に、あの、うん、北海道に向けて、こう、バイクで、こう、旅をした時の、うんうん、えー、まあ、景色をね、うん、撮っていって、それをま、一冊にまとめた、まあ、旅の記録というか、小宮山くんの なんかそ,のその時の記録みたいな写真集なんですけど、これがね、すごく良くて、<お>これ僕ね、びっくりしたんですけども、うん、なんかね、小宮山君はだからいつも人を撮ってるイメージだったから、そのいわゆるロードムービー的なねあの風景写真というか、そういうものってどうなるんだろうなと思って、うんうん、なんかちょっと、ねうんうん、あんまり想像がつか,かなかったんですけども、うん、なんかね、とってもね、 人が映ってないのに、うん、そこにいた人を感じる写真なんですよ、どれ、<ー>何か、ここに人が何かを残したなっていうような、ストーリーを感じるという感じる写真ばっかりで、うん、非常にね、ちょっと胸がざわめきました。おこれ、えな、ー、ん、ね、だっけ、コール、オーバーホールロールっていうね、このタイトルもいいんですけども、<ー>これ、えー、しゅん、米山しゅんくんのね、 写真集これ、もうちょっと売り切れちゃってるみたいなんですけども、あ写真集自体はね。うん、でもね、個展とか、あのー、あるみたいなんで、この先ね、ねちょっとチェックして。僕も何回か小宮山くんの展示会行ったことあるけど、ねうんうん、いいっすよ、やっぱり。いいすよね、写真がさらにドカッとでかくなって、うんうん、ちょっとこう、吸い込まれるというか、引きつけられるというか、うんうん、やっぱ僕も好きだなと思って、小宮山くんの写真がね、うん、非常に展示会なんかもね、おすすめですよ。うん、はい 富山君のやつ。と、はい、いうわけで、うん、スクービードゥは今週は、ツアー行くぜ、ていうことで、はい、えーと、福岡、はい、岡山、うん、大津、はいね、ツアーでもあります。はい、岡山がね、あのうん、うちの親父が最近、岡山行ってきたらしくて、こほうほうの間なんかメールが送られてきたんですけど、うん、今度やる。 クレイジーママってすごい場所にあるなーって言って写真がバッチリ撮られて送られてきたんですけど、完全に撮ってる写真がキングダムの方の写真で、間違ってましたから。そうね。セカンドルームでやりますよね。我々は。お間違いのない。いいですけどね。キングダムもいいんですけど、すげえ場所にあるなーって思いっきりね、嬉しそうにキングダムの外観写真を撮りました。ありがとうございます。我々はセカンドルームでやります。はい。ということで、今週はこんな感じかな。 はい、それではまた来週